今回紹介するのは、「沈黙のパレード」、「文春文庫」という本です。2018年、「週刊文春ミステリー」、ベスト10国内部門第1位、待望の文庫家、静岡のゴミ屋敷の焼け跡から、3年前に東京で失踪した若い女性の遺体が見つかった。逮捕されたのは、 23年前の少女殺害事件で草薙が逮捕し無罪となった男だが今回も証拠不十分で釈放されてしまう町のパレード当日その男が殺された容疑者は女性を愛した普通の人々彼らの沈黙に天才物理学者湯川が挑むガリレオ VS 善良な市民たち容疑者 X スは1人じゃない。当の,の,の敬語はとても好きな作家でほとんどの作品を読んでいますが最近は作品によってクオリティに随分と楽さがあるように感じて発売日の購入は見送ることも多くなっていました本作は「ガリレオ」シリーズということで久々に発売日に購入しましたネタバレになるので詳細は控えますが これぞ党の敬語というクオリティに仕上がっていると思います。スケールの大きなストーリーなので、おそらく映画化されるのではないかなと思いますが、真夏の方程式や容疑者 X の検診のように、丁寧に映像化してほしいですね。まだまだガリレオシリーズ続きそうですので、次回作も期待しています。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。